髪の毛が変わりました。はい、どうもありがとうございます。普通でございます。今日ですね、なんとなんと質問コーナー募集をしようと思います。全然声で、声出してね、オッケーだよ。声出して、声出して。あ、住所の、住所の。チャンネル登録者500人達成しました。いや、ありがとうございます。ああ、これ。はい。あ、おいしそう。食べてしびれて、食べてしびれて。大好評2回目でございます。今日宣伝もいっぱい兼ねますので、動画会と質問コーナーの募集の2つの番宣があるんですよ。今日18金カレーを食べながら番宣していこうと思います。ですますます、うわー、もう匂いがあかんわこれ。じゃあいただきます。コーナーくん、辛っ。質問コーナーの募集、コーナーの募集としましては、コーナー動画始まってから1週間以内、期間が1週間になっております。質問は何回してもらっても構いません。何回も採用できます。 YouTube だけじゃなくてハッシュタグで鈴ショート質問コーナー2ということでやっていこうと思います。ご応募、ご応募お待ちしております。うわー、ちょっとですね、あともう一つ、もう一つはですね、スーショート動画会でございます。場所については、平野駅周辺のこだわりというお店でやらせていただきます。人数は誰でも構いません。お友達連れてきても構いません、全然。入場料は無料です。僕、全部僕の実費です。頑張れ頑張れ、すぐ俺の一番パウダー買ったやつ買うで。あ、ちょっと汗が、汗がすごいことになって。いいじゃん、だけちっちゃいのすごい。俺なんかこのまっか8月11日日曜日の12時半からになっております。お昼ご飯食べてきてください。もちろんとしましては、お菓子、まあ、なんかみんなでシェアできるようなね、お菓子が一つと、あとジュース、熱中症対策でジュースだけ持ってきてください。あとですね、ありましたら音楽聴くものと、あのイヤホンだけよかったら食べてください。詳しくはツイッターにて、あのいろいろ情報配信してますので、はい、たくさんの、はい、たくさんのご来店、たくさんのご来店、早く、早く、早く、たくさんのご来店はお待ちを、辛い。ということでね、質問コーナー、この動画のコメント欄にね、書いてください。たくさんのね、コメントに来てください、よかったら。ありがとうございます。みんなよかったら、来てね。待って、上に何があるの？